語を学びたいなって思って参加しに来ました。ちょっと緊張してる気持ちもあるけど、楽しみという気持ちの方がちょっと勝ってます。ここみんな習ってて、その習った英語を活かしてイングリッシュスピーカーの方と仲良くなれたらいいなって思ってます。We have Fabiola from Brazil and Leah from Indonesia. Thank you so much. Yokohama English.You can buy it Yokohama China City. I like to go to Minatomirai. We love Yokohama. Flying Jet Saiko. Group number 18.難しいところもあったけど、みんなで協力して探したりすることが できたので楽しかったです。普段関わらない外国人のイングリッシュスピーカーさんといろんな話をして、世界って広いんだなって、いろんな人たちに会って英語を学べたらいいなって改めて感じました。今回なんか伝えたい気持ちをパッと伝えられなかったっていうことが多かったので、伝える文法を自分で考えたりとか調べてもう一度挑戦してみたいです。